はい。えっ、ー、と、今共有させていただきました。えっ、ー、と、首やカツや髪切りを探すというタイトルということで、えっ、ー、と、ご紹介させていただきたいなと思います。あ,あ、はい。 えとそうしましたら、えーとまあ、初めにということで、えーとまあ、先ほど、えー、冒頭の方で、えー、ヒデス学園の方から、えー、ご紹介していただきました通り、えー、とおり、まあまあ、昆虫とかいろんな、ねえー、と植物をはじめ、えー、魚をはじめ、いろんな,ど、あのー、ない外来生物がこうどんどん、あのー、日本国内とかに侵入してきているということでなんですけど、まあ、そのほとんどが、えー、と人為的な導入が多いというなんですけど、まあ、それは主に、あのー えっと例えば魚類とか哺乳類とかあのペットとかのによるいわゆる脊椎動物ですねが多いんですけど、まあ、その一方で、まあ、昆虫っていうのはあの分類学上その無脊椎動物まあ,あの節足動物っていうグループなんですけど、まあ、で非常に体サイズ体が小さいので、まあ、貨物とか、まああの小さね、いろんなものに紛れ込んで、まあ、侵入してくるという、まあ、そういった あの非意図的ですね、まあ、人為的人が、えー、と直接関わってあの移動してきたものではなくて、まあ、勝手に入ってくるというような非意図的な導入ケースが目立つというのが一つ、昆虫の外来種で多いところです。はい、で、えー、と今、えーと、ここに映っているのが、高槻市内にすでに侵入している外来昆虫ということで、まあ、あの上、そうですねまあ、あの全部紹介して、まあ、軽く紹介させてますけど、えーとまあ、これ、アオマツムシという。 よく市街地で鳴いている、まあ、コオロギの仲間ですね。まあ、青っぽいコオロギの仲間で。まあ、これ、割と市街地よく見えます。で、先ほど、あの秀セ学園の方からも、えー、と紹介あのしていました、あの赤羽音部バッターですね。私の写真、ちょっとあの羽広げているあの音部バッター、まあ、後ろ羽がこう赤くなっている、まあ、赤羽音部バッターって名前の通りなんですけど、まあ、そういう音部バッターに入れ替わりつつあるということですね。 であと、キマダラカメムシですね。これも私、学生の頃はあは、すごく珍しいカメムシで、あんまり記録とかなくてあの、いろいろ報告とかいろいろ上がってたんですけど、もう最近ではね、関東よ,あのよりもあの方に北上してしまって、まああの、各地で普通に見れるようになってしまった、そういったカメムシです。 であと、クスベニヒラタカスミカメですね。数年前に突如入ってきて、あのクスノキに、名前はクスノキにつく、まああの、カスミカメって言われる昆虫の仲間なんですけど、まあ、あの非常に小さなカメムシの仲間で、まあ、クスノキを加害するという、そういったカメムシです。で、あと、台湾タケクマバチですね。でこれも館内で撮影したんですけど、最近、もう普通に飛んでますね。タケに映像するということで、まあ、そういうクマバチの仲間です。 であと、これ、こちら、ムネアカオオクロテントウという、まああの、テントウムシの仲間ですね。まああのえーまあ、見た目がすごく、えー、と毒々しい感じなんですけど、まああの、クズとかについているマルカメムシというカメムシを、ねえっと、捕食する、そういったテントウムシの仲間で、これも外来種です。であと、続きまして、ムネアカハラビロカマキリっていう、まあ、これ、卵傷だけなんですけど、まあ、高槻市内で見つかっております。はい、で最後にクロマダラソテツシジミ。 こちら蝶々の仲間でして、まあ、のソテツを加害する蝶々の仲間になっています。これも、ね、侵入しております。で先ほどから、ね、胸や首やか、えー、って名前ついている、なんか赤いやつって結構外来種が多いような、なんかそんな感じがしますね、なんかこれを見ると。はいまあ、そんな感じですでこの、えー、と今回は、ねえーとまあ、新たに、えーとまあ、昨年度新たに高槻市内の方に侵入しました首赤カツヤカミキについてちょっと紹介させていただこうかなと思います。 じゃあ、クビアカツヤカミキリとは一体何じゃいということなんですけど、まあ、あの学名がアロミア分岐って言います。で、えーとまあ、カミキリムシの仲間ですね、まあ、見たまんまなんですけど、でジャコ行カミキリ族っていうのに属しています。で、元々の生息地なんですけど、中国とかモンゴル、朝鮮半島、台湾、北ベトナムなど、まあ、東アジアです、ね、の方に広く分布している、そういったカミキリムシです。で、すでに国内では本州、四国、九州の方に侵入した場所ですでに定着しているという。 そういっった状況になっておりますで特徴なんですけど、まあ、大きさが、ね、大体2センチから4センチ前後割と大型ですごく目立ちます、はいでえーとまあ、体が全身、あの艶のある、ねえーとまあ、若干太陽の光に当たると青みを帯びるんですけどそういったあのすごく光沢のある黒色で,であの名前の由来の通り胸ですね前胸部の部分に赤色になっていまして、まあ、あの小さな、ね、トゲのような突起があるのが特徴です。 で写真見ていただいたら分かるんですけど、えっと、これ、写真、標本の写真なんですけど、左側がメス、右側がオスになります。大きさは、ね、個体差があるんですけど、えっと、オスの方が触角が長いっていうのが特徴なんですね。でこれでシあのー、見分けることができます。で、こちら別名、黒蛇光カミキリといいまして、何かというと、実は成虫を、ね、捕まえたりすると、独特の蛇行のようなね、 香りを放ちます。甘い匂いって書いてありますけど、えっとまあ、これは人によってあの感じ方違いますので、まあ、私は、ね、結構、香水のような甘いような、あのそんな匂いに感じたりします。はい、で、尾、ま、行、あ、ということで、まあ、平成30年、えー、2018年1月より、まああの、さっきの3名からも、えー、と紹介あったと思うんですけど、特定外来生物です、ね、に指定されています。はい では続きまして、クビアカツヤカミキリの生態ということで、ま,あ、まず本種のどういった場所に住んでいるか、まあ、生息環境ですね、というところです。で、主にね、3つです。で、えっと、まあ、これ実際、えっと、例を出してみました。 で、一つは市街地ですね。まあ、あの、都市のど真ん中とか、それからちょっとした住宅地とか、そういった場所。で、公園です。これ、実は私の家の近くのすぐ近くの公園です。で、もあの、歩いて、もう5分ほどの場所なんですけど、もう桜が並んでて、この全部、実は首やかつやかみ切りが入ってるっていう、そういう状態ですね。はい。で、もう一つは農耕地ですね。えっと、まあ畑、畑、えっと、とか、えーまあ、果樹園ですね。主に果樹園なんですけど、そういった農耕地、まあ、こういった環境にいてます。で、それから、 3つ目、えっと、山間部ですね。山間部はね、えっと、あんまり、えっと、今のところはそれほど侵入はしていないんですけど、実は私の地元の方ではね、標高だいたい300メーター、400メーターぐらいの場所なんですけど、そこの方に植えられている例えば桜などでね、えっと、侵入しているということがあります。はい、でそれ侵入した場所はね、いずれも街路樹とか果樹園周辺に生息しています。続いて、加外樹木についてなんですけど、成虫はね、 直接、あの、木々を加害するわけではなくて、幼虫が加害します。で、被害樹木としましては、えっと、ソメイヨシノですね。よく、まあ、街路樹として植えられているソメイヨシノ、まあ、桜の仲間です。とか、それから、梅、桃、スモモなど、まあ、そういった、えっと、バラ科の樹木ですね。そういったものに、えっと、侵入して、加害するのが特徴です。まこれ、写真、そうですね。こちら、ソメイヨシノで、これ、梅、桃ですね。もう、いずれも被害を受けている状態です。 続きまして本種の生態についてということで、えっと、まあ成虫はだいたい6月から8月ぐらいに出現します。でえっと、生きた樹木に産卵しまして、まあ、例えば桜とかに産卵する場合は、っと凸凹ですね、起伏がある部分に産卵して、そこから孵化した幼虫が中に先行していって侵入しまして、内部を食い荒らしていきます。だいい、た 幼虫から成虫になるまでは1年から3年かかると言われているんですけど、確かなことは、ね、あんまり分かっていません。で、非常に、ねえー、と拡散能力ですね、移動していく能力が非常に高くて、またあの繁殖力もとても強いです。だいたい1個体の、ねえー、とメッセージ虫から、えーとえー、と1つの1回の産卵で300個ぐらい卵を、えー、産みつけることが可能らしいです。 まあ、あの、えっと、まあ、増乱数というか、持ってる数に関しては、あの、最大1000個ぐらいにいくとも言われています。はい。でこちら、まあ、成虫で、これ、幼虫になります。こんな感じですね。で、あとこれ、実際に被害僕から出て、フラスっていう、まあ、後で説明します。はい。続きまして、えっと、本種の被害についてということで、 ま、あの、樹幹内、えっと、木々、えっと、その被害樹木の中に侵入して、まあ、形成層ですね。ま、疾患とか銅管とか、まあ、栄養とか水を、水分を運ぶ、そういった部分を、えっと、食害します。で、こういうふうに、これ、首垢の樹幹内の食害根の様子なんですけど、実際に、あの、抜木された後見せていただいたんですけど、まあ、これ全部食べられてますね。で、これ、一個体じゃなくて、おそらく複数の幼虫がこういうふうに侵入して、えっと、食べているということで、加害していきます。で、被害木っていうのは、まあ、あの、 そのまま、ね、大丈夫なこともあるんですけど、やはりね、こう大事な栄養とか、えっと、水とかね、えっと、そういったものが、えっと、運べなくなって、最終的にはね、この写真、これ桃なんですけど、まああの、衰弱していってますね。で、こういうふうにして、最終的には枯れてしまうということになります。で、まあ、あの特に、まああのまあ、果樹とか、街路樹ですねで、被害が顕著です。 続きまして、被害状況ということで、まあ、樹木に、ね、寄生して、まあ、それからまあ枯らしてしまうということでね、まず一つ、農林業への経済的な被害っていうのがあります。で、それから、えー、と周辺樹木がね、えーと、壊滅してしまう場合もありまして、まあ、例えば桜並木ですね、桜があの公園とか河川敷とかで結構桜が、ね、植えられててすごい綺麗なというような、そういった周辺の、ね、景観を一変させてしまう、そういう可能性もあります。 で、もう一つは、えっ、ー、と、故死した樹木ですね。えっ、ー、と、まあ、倒木でね、えっ、ー、と、まあ、これ、写真ありますけど、えっ、ー、と、落死に注意って書いてあるんです。もう実際入られて、えっ、ー、と、上先がもう、もう完全に枯れてますんで、まあ、これがもしかしたら、風とかで落ちちゃって、人が下にいた場合、怪我してしまうと。そういった人的被害も伴う可能性もあります。で、これ、写真ちょっと紹介するの忘れました。これ、実際、あの、河内長野市で撮影した様子なんですけど、まあ、あの、梅林ですね。まあ、ビフォーアフターということで。 これ2年ぐらい前、これ2年後ということで、まあ、こういうふうな、抜損されて、こういう状況になります。はい、続きまして、本州の分布拡大ということで、実は、えー、と入ってきたのは、ね、つい最近、まあちょ、でもそれといっても10年前ですね、国内では2012年に愛知県で初めて発生が確認されました。で、大阪府では2015年に、まあ、大阪・狭山市の方でで、ね、発生が確認されまして、 えっとまあ、その後、分布が拡大しまして、2021年3月時点では、府内14市町村で発生が確認されています。まあ、私、地元が南河内なんですけど、まあ、南河内、まあ、私が住んでいるところ中心にまあちょうど発生が広がってるんでね、すごいびっくりしました。で、えっと、今、私たちがいる、えっと、高槻市ですね、は昨年2021年9月に、えっと、桜の被害が発生されまして、えっとまあ、その後、 あのまあ、今,今のところは被害は1本だけなんですけど、まああのまあ、今後広がっていく可能性があるということで、まあ、少し心配している、そういった状況です。はい、続きまして、まあ、本種の防除ということにつきましてですが、えーとまあ、やはり、えーとまあ、一番の、ね、防除方法というのは、早く早期発見と、それから、えー、と防除対策、しっかりした、ねえー、と防除していく対策というのが重要になってきます。でえーとまあ、被害をね えと一番、ね、最小限に抑えるためには、ね、やはり、まあ、あのもう本州、定着してしまってますんで、まあ、あの妨げることはできないんで、まあ、その定着そのものをできないんで、まあ、今後、定着した後です、ねまあと、各自治体さんとか、それから地域ごとでね、えー、と防除計画というのをちゃんと策定していただいて、それから、えー、と首やカツやカミキリが、ね、侵入してきたよっていう、あの確かな情報の、ね、共有っていうのが一番望ましいかなと思います。 でこれ実際、えー、と首やかつやかみ切りで、まあ、私が住んでいる地元なんですけど、ここで実は果樹園でした。桃の果樹園だったんですけど、実はもう1本しか残ってなくて、これ、あの残りの枝とかね、残されている状況で、もう木はもう全部あの伐採されて、焼却処分されちゃってます。はい、でこれも桜並木ですね、これ、景観なんですけど、もこの両サイド、えーと、車道の両サイドがもう全部実は首やかつやかみ切りによって、この間取ったときもうこう全部木が刈られてました、あの伐採されてました。というような、そういった状況です。 続きまして、じゃあ実際にクビアカツヤりを探そうということで、じゃあどういうふうにして探せばいいのかということなんですけど、私が先ほどお話ししました、あの、フラスですね。えっと、本種をね、見つける場合一番ね、あの、有効な手段っていうのが、この、えっと、被害、被害を受けた木々から出るフラスっていうのを探します。フラスとは何かと言いますと、えっと、幼虫が、あの、中に先行した幼虫の糞と、それからその木くずが合わさったもののことをフラスって言います。で、 えっと、クやカツヤカミキのフラスっていうのは、まあ、明るだい、大体明るい茶色色から、まあ,あ、茶褐色色していまして、まあ、これ、えっと、ちょっと拡大しますがうどん状ですね。うどんちょっと細かく切ったようなうどん状。もしくは、ミンチですね。えっと、まあ、えー、お肉のミンチみたいな形に固まっていることが多いです。で、だいたいえっと、フラスが出てる期間っていうのは、4月から10月。まあ、多いところではね、冬場でも出てきます。はい。 でまあ、この実際、このフラスっていうのをまあ拡大するとね、こういった薄い切片状ということでね、あのかなり薄くなっているのが分かります。では続いて、紛らわしいフラスということなんですけど、じゃあ、あと街路樹とかからね、えーと、フラスが出てるっていうあの、お問い合わせいただくんですけど、それがすべて首やかつやヤカミかっていうと、実はそうではないんですね。でじゃあ、どうやって見分ければいいのかっていうと。 フラスの形状とか色、それか状態などで大体は見分けることができます。でこちら、えーと右えー、左側がね、ゴマダラカミキリのフラスになってます。で首やカツヤカミキリと比較すると、どちらかというとね、繊維状な細、細長いんですね。そういった木片が、えー、と混じっていることが多いです。はい。で、一方、右側が何かと言いますこちらスカシバガっていうガーの仲間ですね。 ガーの仲間もこういった木々、えっと、桜の仲間とかに侵入する種類がいるんですけど、でこちら、スカシバガーの仲間っていうのは下流状、いわゆる丸っこい、そういった木片が多いです。はいまあ、こういったので、大型見分けることができます。では続きまして、成虫を見つけるということで、成虫はね、先ほど6月から8月に発生すると言いましたけど、まあ、その時期にフラスの排出木周辺っていうのを、まあ、あのパトロールしながら、成虫を探します。 でこういった写真の、ね、木々に、成虫の脱出口、大体大きさ2センチ弱なんですけど、こういった脱出口が見られた場合っていうのは、まあ、あの成虫が、ね、近くにいてる可能性があります。これ、ちょうどこの、えー、と脱出口が出てきたと思われる首やかの成虫になります。で、ここで書いてあるんですけど、成虫を発見した場合っていうのは、もう慌てず、まああの、その場で踏み潰すか、もしくは踏み潰せないっていう方は、まあ、殺虫剤とかね、持ってきていただいて、えーと 駆除していただい,た方がいいいいたただ方がかなと思いますで。ちなみに特定外来生物に指定されていますので、生きたままの移動や飼育っていうのは禁止されています。で、えー、と続きまして、防除ということで、じゃあ,あ,のじゃあどうやって首輪活カツや紙切りから、えー、と樹木を守ろうということなんですけど、今紹介した見つけ取りによる駆除のほかにも、防風ネットです、ね、による飛来拡散の防止という方法があります。 ふうにえー、と木々にね、えーと、バラ科の樹木ですね、いうふうに梅とか桃とか、まあ、桜とかにこういう防風ネット、最近こういうの巻かれてる、えー、市町村とかも結構あります。で、中で行くとこういうふうに首やかが中から出れないということで、これちょっとあんまりきつすぎたりすると、首やかも自分で髪み切っちゃって外に出てしまうことがあるんで、そこはちょっと工夫が必要なんですけど、こういった防風ネットを、ねえー、っと巻くことによって、えー、成虫の飛来とか、それから拡散するのを止めることができます。でもう一つはね 農薬による防除があるんですけど、こちらね、ちょっと難しいので、あの大阪府さんの方が詳しくまとめてられてますんで、あの最後にそれも載せますんで、そちらの方参照していただければいいかなと思います。はいでそして最後なんですけど、えーっとまあ、高槻市内でね、今現在、まだあの実はまだ1本しか見つかってないんですけど、その,あの1本からねすでに広がっている、もしくはね、急にね、あの北摂の方あの飛んじゃって広がっている一番、 拡散している地域っていうのが中河内から、えー、と南河内の地域なんですけど、いきなり飛んでこの北雪の方に来ちゃったんで、あのー、まあ周辺の市町村もしかしたらすでに侵入している可能性があるかもしれないということで、はいあので、ー、ですでなので、もし高槻市内でね、あのー、まあのま首やカやカ切りもしくはこういったプラスがね出ている樹木っていうのを見つけられた場合は、当館またはえと高槻市さんの方でご連絡。まあ ご相談いただいたら、えっと、実際それかどうかっていうのをまたちょっとご,あのご相談を乗らさせていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。